もう日光も華厳の滝も50ポイント以上離れてるんで無理ですよ。やめましょう。本当に良さそう。美味しいですよね。美味しいです。ラーメンでございます。やっぱちょうどいいあったかさですね、これは。うん、美味しい。着きました。3、2、よいしょ。さあ、今週も始まりました、ウイチとヒカルの面白いテレビ。ね、多分それやれって言われてないですよ。え？おはようございます。さあ、今週も始まりました、ウイチとヒカルの面白いテレビ。ねえ、ついにですね、はい、え、すいません。いや、さっきはなんかオープニングみたいなのをやってしまいました。申し訳ございません。3人の意思と噛み合ってなかったんですね。あ、はい、失礼しました、はい、ついにどうしたの？いや、まあ栃木県宇都宮市のデルデルさんにお邪魔してるわけですけども、うん、デルデルさんといえば、うん、野望を抱いて、うん、ああ日光行きたい、華厳の滝行きたい、中禅寺湖、いろいろ言って、うん、散々アタックしてきたんですけども、うん、諦めました。やっと来ました、デルデルさんにあるんです。1台か2台か3台か分かりません。ほう、さあ何でしょう？麻雀ファイトクラブ。正解、麻雀ファイトクラブ。これは打ちたい。でも D リーガーでしょでも俺はこれはもう自慢です。麻雀ファイトクラブに出てる約20名の雀士、その9割ぐらいの人と一緒に写真を撮ったことがあります僕は連盟のパーティー行きましたんで、それ小出ししますんでね。ドミーハーじゃない。そうですよ、麻雀プロ前ドン引きですよ。もうじゃあもう行ってく、もうね、午後スタートなんで行ってみましょう行くよ。よいしょ。さあ飛んできましたんで ね、今日徳さん何打つの？寝台、寝台、窓マギ、窓マギ、そのあたりを狙う。わかりました、ね、じゃあ一緒に行きましょうね。お、ファイトクラブあるね、やっぱね。じゃあ頑張って。ああ、そっち行かす。どうすかな、バラエティから見るかな。ファイトクラブはどこにあんのかな。ファイトない。ありました？まだ見てない。ああ、まだない。おおおおお、あった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 。僕はこの台が開くまでずっとここに立ってこうやって見てます。いやいや、それマナー違反だから。またこれ広角機動隊とかさ、触り始めるとさ、やべえんだよね。おそらく、おそらくやばい。まあでも行っとくか。でファイトクラブ開いたらもう言ってくださいね、皆さん。お願いしますね。あれおかしいな、ガールでしょ。あ、そこにあったハッピー。ちょっと分かんない、博士に。1957ゲーム4の7。うん、まあな、何 J かによるけど、ハッピー J。 ハッピーはないわ。ハッピーは何でもある、その履歴だと。 J の島見てんの？はい、おはようございます。パチスロ界の加藤時子、大木ひかるでございます。普段は主にバラを売っております、100万本の。なん
で広角機動隊選んだかっていうと、まあ、簡単に言うとファイトクラブが近くにあるからと。その台が空き次第速攻で移動しますんで、設定関係なくね、まあ、一番いい場所をキープしたということでございます。リベンジね、一回皆さんにあの面白いのでって言いながら我慢できずにやめちゃったハッピーでございますね。もう本当に刺さり倒すと超絶気持ちいいんですが、打ち方はもうね前回言ったのであまり説明することないんですけども、当たりのパターンが全然取れてないのよ。で、まあもう3時近いですけども、ビッグ4バケ7 1900 ゲーム、ビッグ確率が異常に悪いですね。これモリモリビッグが盛り返すパターンだと信じてちょっと当ててみたいなと思っております。シャッ、せーの、ファッ、あー一発目ミス。来た、あー小チャンス目。これなんつんでしたっけこの人。笑い男、笑い男、本当ですか、笑い男。笑い男、ハッキングだ。笑い男、もう笑い男だらけ。これは前兆ですね、何らかの前兆。弱い、もうほんと、あーカットイン、ちょっと弱いよね。あーもう一丁、もう一丁来た、やばい。あーあーな、こんな台だったっけ、こんな台でしたこれ。この打ち方してて、ペカリ方のメインは、ミス。メインは中段7からのチェリー外れと、チェリーチョーフ。その次に多いのがレバーで先光りしちゃうがっかりパターン。そして通常目で光るがっかりパターン。ビッグなのでよし。さあこれ始まるんじゃないですか。ちょっと当たり方残念だったけどな。でも投資温泉やまずまずです。立ちコマ4匹、いやー弱いの強いの分かんない。あるある、よし、なんか来いよマジで。あるある、はい、よいしょ、はい。これはまずいわ。ファイトクラブ待ってる。え、もう俺8000使ってんだけど。こいつ
天井1200とかですよね。1280ぐらいだと思うんで。広角機動隊天井。広角機動隊天井。来た来た。なるほど、便利な世の中よね。通常 A モード最大1032ゲーム、 B モード800ゲーム、天国は100ゲーム、超天国は50と。ちょっと僕らも打っていきます。ちょっとだけ打ってます。え、ちょっとだけ。あ、やばい。でも ただ彼らは少なくとも我々2人よりはこうね、敏感なはずなんで、明日に向けて何かね、有力な手がかりをこう掴んでくれるといいんだけどね。うわー、これー2回目叫びか。まだお伝えできてませんね。当たって弾が増えてるのは悪くないです。おい、ビールロック。はい。またかすか。あ、やっといいチャンス目が来ました。やっと。立ちこまな日々ね、皆さん立ちこまない、かわいいでしょ。はい、いきます。はい、どう思う、どう思う、これ1回ぐらいせ、東大ダメだ。うわ、全然違うよ。85ゲーム、こういうことか。ビッグね、ビッグなんですよ。順調なのは嬉しいんですけれども、ちょっと違う。ちょっと待って、大事件が起こりました。ファイトクラブが開いたんだけど、今俺今日チャンス目引いて800の天井なのよ。1回これ打と、800ゲームで今日チャンス目引いてだよ。もうこれ打つしかないよ。もうしょうがない、タイミング悪いわ。ふざけんなよマジでよ。本当にさすがに800ゲーム超えた広角を捨てちゃいけないでしょ、広角機動隊は。だから虫くん回しといてよ。虫くん、ほんで俺これ天井取り切ったらもう移動するから回しとけばいいから。
ん、二階堂さんとかと戦っといて、うん、こういう時先輩って便利よね。あれ多分マジで譲ってくれるし、俺は譲られたら拒否りませんから。はい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 、来た、なんか来た。やっとです。超いつもと一緒。あ、なんか来る、なんか来るよこれ。はい、どう思う？俺2万使ったんだぜ。ハイウェイモード星1個だって。なんだこの台。あれ？来たよ。来た、ラッシュだよね、ラッシュ。行きます。はい、いやー837、投資第2枚ジャスティですね。これがもし100枚とか200枚で終わった日にはマジでどうなるか覚えとけよこれ。マジかよ。あー、ラッキーラッキーラッキー、継続継続、ラッキーラッキーラッキーです。完全に諦めてたよね今ね。ラッキー、ラグランジェが1台しかなくて、もうお客さんが打ってて、窓間際満席でだいぶ調子良さそうで、そうなると忍びの初代か忍びの2か。はい、263枚。はい、お、3連目。なんでなんでなんで。しかしこんだけ何にも来ねえか、マジで1ゲームも乗らない。きたー、これは来た。おめでとう。この台に高設定かもしれない。なんで？あの今調べたら、3セットの確率、発射台の3セットの確率が設定1から 0.36 で 2%。 ありがとうございます。これさ、ちょっと言ってくる。この台は高設定なんじゃないですか。飲まれて終わりか。いや、うわじゃねえか、危なかったということですね。
ようやく一回チェリーチョーク。まあまあいいでしょう。息を吹き返すなら許してやろう。おっちょい。弱い。いやいや、これは当たりだよ。これは来た。来ただろ。おお、どう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 。まあ、よし、もう一丁。よいしょ。これは。これなんか押すやつ。いきます。はい。あー、ちょっと弱い今の。さあ来たぞ。おいな。日々が来たよ。やめましょう100ゲームで。ラストです。悪くはない演出なんじゃないですか。まだあるよね。まだあるよね。よいしょね、SAC モード。これ、まあ、この状況を今説明しますとですね、テープチェンジの間に我慢ができずにゆっくり回しておりました。そしたら中段7が停止したので、あ、チェリー外れ目だからここでカメラさんを待っておこうと思って放置してたわけですね。で、その時に待てよ、確かジャグラーは時間切れでリールは止まらないけど当たってた場合回りっぱで告知が入るんだったなって思ってたんです。まんまと入った。で、今からだからチェリー重複なのかチェリー外れなのかが分かるという状況ですね。だから、まあ、また中断止まりましたけどチェリー重複だったということでございます。すごいね。でも5号機で時間切れだけど子役取りこぼすわけじゃないっていうことですね。これ60ゲーム目一発目のチェリーですよ。ボーナス終了後からだんだん演技が良くなってきた。お、小チャンス目。あネクストエピソード。これ次回予告的な五条落日。
これ来ただろう、なんか、なんか来ただろう。来たー、来たー、なにこれ、なにこれ、来たー、なんか来たー。エピソードコンプリート。3桁飲んの、エピソードは3桁飲んだって。初当たり引くまでにすげえ文句言ってたとこは全部カットしてくださいね。全カットでいいですから。3桁飲んだって。2桁中間。前半戦終了でございます。さあねえ、興味いただきました。やろうです。いや本当に やろうって読むの。夜の狼やろうでしょ。なるほどね。今一つ、今一つ4000円で当たったのはいいんですが、これが通常デメで、これじゃないんですよ。で当たったのが先光り。あ、もうミスですね。そうかな。こういうんじゃなくって言ったらまた通常デメ。あ、俺もね、最初はもう気分がもう優れないところじゃなかったんですけど、ファイトクラブ取るためにあの台打ったんですけど、それがね、天井近くまで行きました。あんなに離れてて。どうするんですか。打ちますよ、もうちょっと。じゃあファイトクラブ開いたら。ファイトクラブ開いたら打ちます。まだ PV しか見たことないんで。面白そう。ただただ、うん、すっごい盛り、すっごい盛り上がってる。邪魔なんだよ、撮影のよ。一応言っときますけど、あれモロゲンの番組で華麗なる野望って、うん、虫くんはじゃあなんでいるの。それをあいつに今日聞いたんですよ。お前なんで来たの、いやそれがねよくわかんないっす。そんなに上がってるよあの人。いやだからもうお前すごいテンション上がった。あのにテンションだけ。なるほどね。よくわかんないっす。でもね、向こうのスタッフの方が多いんすよ。すごくないですか。え、どうすんの、 J 打つの後半も。いやあれはちょっと僕の中ではあんまり、多分読んで、俺ダラダラしに来てないんですよ。ハッピー打って、だからピシャッ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 。全く意味わかんないですね。わかりますよね。まあまあ前半戦は僕は第2枚使ってるんですけど、今エピソードっていうリール全回転、隣の人に聞いたら3桁乗るっつって。そう、俺の情報は全部隣の、あのキャップかぶった人。隣の知り合いなんですか。いや全然知らないです。あ、名前はまだちょっとわかんない。つけてないって何言ってんのよ。飲まれた。まだ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 。最初はグー、じゃんけんぶかつくわこいつ。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜最新、ウイチと光の面白いテレビ、毎週水曜配信、嵐と松本、毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。